フラハ、聖ビート大聖堂にある聖ヨハネの墓、カレル教の聖ヨハネ像下部にあるレリーフネポムクの聖ヨハネは、14世紀ボヘミアの司祭で、ローマカトリック教会の聖人。聖アンネポムツキーとも呼ばれ、しばしば十字架や、城の枝を手にし、頭上に5つの星が輝く人物として描かれる。記念日は5月16日。ネポムクの聖ヨハネのネポムクとは、 南ボヘミアのネポムク出身であることに由来する。おおよその少年は、1369年に、プラハで初期に任命された記述があることから逆算して、推定されたものである。父親は、ポムクの村長を1355年から1367年に、かけて務めたベルフリンという人物で、この名前から、一家は、ドイツ系であったのではないかとする説もある。 教会法を学び、プラハで司祭に任せられた。後には、プラハ大司教の総代理を務めた。聖ヨハネの殉教の背景には、当時のボヘミアをバーツラフ4世と、カトリック教会との対立がある。具体的な経緯については、空席となっていた、修道院長の人選をめぐる、大司教やニエンシュテインとバーツラフ4世の対立に、巻き込まれたとする説や、 死祭として知り得た王妃の国会の内容を王に明かすことを拒んだからとする説などがある。いずれによ王を怒らせた聖ヨ羽ネは拷問を受け、1393年3月20日に落命した。その遺体はカレル教の上から投げ捨てられたが、同年4月17日、ブルタバ川の川岸で発見された。プラハの聖ビート大聖堂内には、 フィッシャーフォン・エルラー派が手掛けたバロック様式の墓がある。18世紀に聖ヨハネの劣勢調査を行った際、その下が腐らずに残っていたとして、これが奇跡と認められた。1721年5月31日、インノケンティウス13世によって劣伏。1729年3月19日に、ベネディクトゥス13世によって劣勢された。 聖ヨハネの象徴である五つの星には、聖人の遺体の場所を五つの星が示したとする伝説や、キリストが卓形でおった五つの傷の数にちなむとする説がある。また、私は沈黙したを意味する、ラテン語特の五つの文字に由来するというものもあり、実際に聖人が唇に指を当てた仕草をした像も作られている。ボヘミアの守護聖人で、 チェコドイツ、オーストリア、ポーランドなどに関連する教会や、聖人像がある。超在司祭をはじめとした聖職者や水難からの、被護者として、聖院や橋の守護聖人としても数形されている。カレル教には、聖ヨハネの像があり、台座部分のレリーフに刻まれた聖人を撫でると、幸運が訪れると信じられている。沖ノ島ひろ美。 プラハ迷宮の散歩道100頭の遠さ迷う楽しみ、ダイヤモンド、ビッグ社、2016年、123ページ。ISBN 978から4から478048504。ルードック KR、メートル、ストリート、ジョン・オブ・ネポムク。 ジョンズバースプレイスアーカイブド2007年9月29日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン1973年に行われた調査によれば、実際には凝固した血液が付着した脳組織の一部だったとされている。CF ・ルードック・ KR、メートル、ストリート、ジョン・オブ・ネポムク、アトリビューツ・オブ・ストリート、ジョン、ジドルなどサザボ。 ザピルグリメージチャーチオブストリート、ジョン・オブ・ネポムク・オングリーン・ヒル・沖キノ島ひろみ、ミ、田和ダ・藤塚春男・春ルプラハチェコ中世の面影を残す中央の町々、日経 BP 企画、2006年、ピアニッシモ、36。ありがとうございます。